坂本龍馬か鬼木ジャパンどうですか。悪くないと思いますね。ただ鬼木さんの戦術がとか、あの鬼木さんのなんていうかな、選手へのリスペクトだったりとかサッカーへのひたむきさとか分かるけど、鬼木さんが取ってた戦術が川崎が苦しむ機会を少なくしてたかっていうと、どうしてもハマりどころを作ってたりとか、そうなんかこう全部今ね全部を一気に思い出せないけど、ツッコミどころがない監督ではないからなった時に100点では押せないけど、今の監督よりは全然いいと思う感じですね。